Thank you.
Thank you.
ありがとうございました。なんかやっぱ遠いね。遠いね。ちょっとそっちの声がちっちゃいな。はい。はい。うん。そうですか。そっちにどのように聞こえていたのかっていうのは僕は分かんないから想像でやってたけど、なんか、うん、はいはい、いい感じで心地よく書けました。それは良かったです。なんか宇宙っぽい絵だね。こんな、あ、よく、今よく聞こえるようになった。あ、こっちの方が聞こえるのか。もう全然聞こえる。今のが全然聞こえる。あ、すごい。宇宙だね。出来上がりました。うん、よかったよかったよかった。いい感じです。いい感じ。それ、それは上下逆なの？エミちゃんがそっちにいるってことは。あ、でも上下は特にない。特にないです。後から決めます。うん、送りみたい。はい。それ何、クレヨンで描いてるの？何で描いてるの？これは最初に水を垂らして、うん、水彩とかアクリルの絵の具を水に垂らして、そこからできた形をとか色を見ながらクレヨンで描いてます。ああ、なるほどね。近くで見ると多分あの質感でいろいろ見えるんだろうね。いろんな 見え方がするんだろうね。そうですね、まだ乾いてなかったりもする、ね、透明だと色しか見えないから。あれ、ね、うん、そうなんです、はい、うん、なるほど、ね、なるほど。もう今までにいっぱい描いたんでしょ？描きました。もうあの10月、あ、去年のコロナになってから、うん、夏ぐらいからもう100枚以上描いてます、うん、100枚以上すごい100枚以上すごい。なんか日課のように毎日書いてました。うん、なんか書き始めると毎日やっちゃうんだろうね、多分ね。うん、楽しくて、うん。それはいいことです。それはのんちゃんがちらほら映って。ちょっと映ってんの、ね、入りたくてしょうがない。後でゆっくり話しましょう。そうだね。うん。うん、そうかそうか。ありがとうございます。なんかやっぱりね、うん、そうだね。なんかやっぱコロナでそう、こう、何もこう、なんか、僕らみたいに物作る人間がなんか作る場所がなくなっちゃったりとかすると、やっぱりすごくやっぱり精神的にもなんかそれ強いてはやっぱ、うん、あの身体的にも結構きつくてね、なんかそうですね、バランス悪くなるから、なんかなんかやり続けないとやっぱり、ね、うん、そうですね、ダメだなって思って、作って発表することで満たされる気持ちがありました。う、ね、うん、確かにそうだよね。でそれ続けないとやっぱりね、はい、ダメだなと僕も思いました。うん、はい、気持ちはよくわかります。ありがとうございます。いえいえ。はい。さあ。はい。ね。ありがとうございました。今日はベルリンからどうもありがとうございました。いや、こちらこそありがとうございます。次は会って一緒にやりたいです。そうですね。そうしましょう。はい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 、じゃあ、ではでは、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いっぱい手が出てますけど。いっぱい、ありがとう。はい。じゃ、引き続き展示会は4月12日までやってますので、来られる方はぜひいらしてください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい。